中の上島中の上島は、南西諸島南部の八重山列島にある無人島である。行政区域としては、沖縄県八重山郡竹富町朝崎山に属し、入表石垣国立公園の指定区域の一部を構成する。全域が国有地である。入表島の南西約1 6トルに位置する。中の上島、中市上島とも表記され、中の小上島、 中野五上島、中四五上島、中岡上島とも呼ばれる。国土地理院の2万5千分の一地形図では、中五新島と表記され、同等に位置する二等三角点も、中五新島とされる。地元では通称岩と呼ばれている。島はほぼ東西に細長い形をしており、大小二つの丘が連なり標端型に見える。島の周囲は崖で、内陸部は草地になっている。 島の最高地点は標高102メートルの中森。東端には北割、西端には天馬崎と呼ばれる岬がある。日本有数の海鳥の繁殖地として知られており、セグロアジサシをはじめ、オオミズナギ鳥、カツオ鳥、アカオネ大鳥、クロアジサシ、エリグロアジサシ、ベニアジサシなど1万羽を超える海鳥が映像する。 これらにより1972年5月15日に中の上島海鳥繁殖地として国の天然記念物に指定され、島への上陸には環境省の許可が必要とされる。1981年3月31日には国指定中の上島長獣保護区にも指定されている。前述の通り現在は長獣保護区であるが、かつて第二次世界大戦の戦前、戦中、 戦後の時期に組織的に海鳥の捕獲が行われ生息数が激減した。島の周囲は釣りやスクーバダイビングのスポットとなっている。ありがとうございます。